マーキュリー・レッドストーンロケット開発試験飛行は、アメリカ合衆国のマーキュリー計画で行われた、ロケット開発のための無人の試験飛行である。実物大模型のマーキュリー宇宙船と、レッドストーン MRLV-5 ロケットを使用し、1961年3月24日、フロリダ州ケープカナベラルの第5発射施設から発射された。チンパンジーのハムを乗せた、 マーキュリー・レッドストーン2号では様々な問題が発生し、マーキュリー・レッドストーンロケットに人間を登場させるためにはさらなる改良が必要であることが明らかになった。そのため、ベルナー・フォン・ブラウン博士は MRBD の試験を MR-2 と MR-3 の間に追加することを決定した。MR-2 で発生した異常な加速の原因はサーボ弁が 蒸気発生器への過酸化水素の流れを適切に制御できず燃料ポンプに過剰な出力を与えたことによるものだった。MRBD とその後のマーキュリーレッドストーンロケットでは再び速度超過を起こすことのないよう水力制御器と速度積算系が改良された。もう一つの問題は全長が長くなったレッドストーンの先端部分で発生した。 空気力学的圧力によって引き起こされた調和振動だった。これを解決するため、バラストセクションと呼ばれる先端部の空洞部分に4本の補強材が追加され、さらに危機器区画上部の内壁に9 5ラムの防音材が貼られた。試験では、マーキュリー宇宙船の実物大模型と、実際には作動しない緊急脱出用ロケットが使用された。また宇宙船には、 逆噴射ロケットと切り離し用ロケットは付けられていなかった。飛行は8分23秒で終了し、最大高度は1 8 3トル飛行距離は4 9 4トルだった。また速度は時速8 2 4 5トルに到達し、宇宙船にかかった。加速度は最大で1 1ムだった。 ロケットと模型の宇宙船を切り離すことは計画されていなかったため、両者は一体となったまま予定された着水点より 8km 手前の大西洋上に落下し、海底に到達する前に自爆装置で爆破された。MRBD は完璧な成功を収めたため、マーキュリー・レッドストーム3号でアラン・シェパードを飛行させるための道を開いた。ソビエト連邦では、 MRBD は失敗したと誤って認識されていた。司令官はアメリカは4月28日に人間を宇宙に送ることを計画していると報告した。私は彼に彼らが我々よりも先に人間を打ち上げることはないだろうと言った。というのも3月24日に彼らは大きな失敗をしていたからだ。マーキュリー宇宙船はロケットから分離できず、 海中に沈んでいたのだ。ニコライ・カマニン、ヒドンスペース、イヤー1961、エイプリル7この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含む、ありがとうございます。